えば古墳時代5世紀とか1500年以上前に製鉄されてたんでないかっていう場所はあります。日野っていう地名がつくところは鉄を作ってた場所であると。で、日野山っていうのがすぐそばにあるんですけど、その麓に平吹っていうのが地名としてある。平吹っていうのは不意後のものすごく大きなもの、鉄にまつわる地名というのもすごく残ってるのがこの地域ですよね。純然たる日本の刃物の作り方ですよね。火作りで形を作っていって一つずつ打ち出していく。鉄と鋼がひっついたものを使う、これがまずキーになるのと、昔ながらの勘で仕上げていく。温度管理も自分がやってきた中の感覚だけで全部熱処理も含めてやっていくっていうのが、なかなか見た目には伝わらないけども中にあるものとして根っこの部分としてちょっと位置づけて作ってます。最近だとまあプレスとか大きなものを使う場合というか他の工場などはあるんですけど、うちはそういうのを使わない代わりに自分の手の感覚と目の情報だけで形とかも取っていくような感じですよね。自分の体が道具代わりみたいなものの作り方になりますね。型を決めてしまえばもうそれはできるけど他はできませんってなってくるので、逆に自分が頭でイメージしたものを形に変化させるっていうのはうちらの方がやりやすいんじゃないかなと思ってますね。錆びる素材なんでちょっと扱いは難しい面も出てくると思うんです。主に使われてた包丁に比べると刃欠けする率も高くなるし、で切るのもちょっと難しい面も出てくると思うんですけど、そういうのを一つ一つコントロールしながら使いこなすっていうのも考えながら使ってもらえたら嬉しいかな。